オランチョ。ああ、これ超うまい。うまい。土のバー研究室へようこそ。で、今日はベルモットについてやりたいと思います。ベルモットって結構皆さん馴染みがないかなと思うんですけど、すごく美味しいお酒なんですよ。なので今日は多分ですね、あんまり反応率は良くないと思うんですが、はい、やりたいなと思います。ベルモット、スイートベルモットとか、ドライベルモットってのがあるんですけど、ベルモットって白ワインを主体としたもので、白ワインに薬草だったりとか、そういうものを漬け込んでるものなんですね。だからフレーバードワインっていうような言い方をします。スイートベルモットだとその名の通り甘いし、ドライベルモットでもちょっとね、甘みがありますよね。スイートベルモットは主にイタリアで作られてます。ドライベルモットはフランスで作られたりします。カクテルの副材料になることが多くて、スイートベルモットだとマーガリータ、ドライベルモットだとマティーニで使われることが多々あるんですけど、これね、そのまま飲んでも美味しいんですよ、今日は紹介しながら飲みたい飲みたいと思います、はい、じゃあ今日も行ってみよう。行ってみよう。で、飲み方としてはまあ普通に氷入れてロックのような形で飲む方法だったり、普通にストレートで飲んだりとか、はい、します。で、僕おすすめはこの2つもね、おすすめなんですけど、オランチョ。あ、これ超うまい。うまい。なので、まあ、今日3つちょっとね、味レポしていきたいなと思います。すごい濃いね、色が。そうですね、赤ワインみたいな。3つ、色がね、こんな違うんですね。うん、うん、やっぱうまいよこれ美味しいよ。ちょっと酸味っていう感じなんですけど、美味しいよ。うまい。なんでしょう、漢方薬みたいなね、木の根っこみたいな香りが、うん、体に良さそう。ロッソ、甘い、甘くて、でもやっぱりちょっと漢方っぽい感じ。香りに違いはそんなに出てないですね。甘い、シェリーみたいな甘さ、苦味もあって、で、このオランチョ、これがマジでもう全然違う、本当に。その中間みたいな感じですか？全然違う。あ、全く別物。全く別物。オーロラミン C の炭酸みたいなやつ。いや、そこまで甘くはない。色はね、ウイスキーみたいな琥珀色。香りの性質がガラッと変わりましたね。フルーティーな方に触れてきて、木の感じとかはあまり感じない。ああ、美味しいでしょ。おっしゃってる意味がわかります。オーロラミン C の炭酸だし。そんな感じじゃない？はい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 。これをまあ、こういうふうに飲んでもいいし、単純にこうロックにしてもいいです。まあ、お家で飲むんだったらこれがいいと思う。まあ、基本的に冷蔵庫で保管するんですけど、だから冷えてはいるから、そのまま飲んでもいいんですけど、お家で飲むんだったらこうやってロックにしても飲みやすいかなと思います。なんで、こいつらのブームが来ないのかわからない。ああ、確かに。だってこんなに美味しいの。そうですね。大体これが18度、で15度、14度。お値段もそこまでしないんですよね。お値段もね、びっくりすると思いますよね。なんかちょっと体に本当良さそうな感じだから。で、梅酒とか買うのと同じ感覚だよね。そうですね。ちょっと梅酒のなんかイメージに近い。日本で言ったらイメージ的には梅酒か。おすすめ。下手にスーパーとかお店屋さんでワインをちょっと奮発して3000円くらいで1本ボトルを買ってきて外した時のあの感じは間違いなくこの子たちには存在しないですね。しないですね。パチってこの味っていう決まりがあるから、ぜひね、ちょボトルだけ紹介しよう。チンザのオランチョ、こんな感じ。チンザのオランチョ、はい、はい、ロッソはこうですね。チンザのロッソ、ノイリーオリジナルドライ。オリジナルドライ、ぜひね、あの皆さん試していただきたくて、やっぱウイスキーブームとかもありますし、なんか今はプレミアムジンとかいろいろ出てきて、ジンのブームとかもありますけど、こんなにコスパよく美味しいものって
ないかなと。そうですね、これこそ流行ってもなんで流行らないのか分かんないね。美味しいの確かに、うん、ボトルを眺めながらジンをね。それは違う、チャーチルスタイル。それはちょっとやばい、やばいやつ、やばいやつ。あー美味しい、これ本当いいんですよ。酒じゃない、うん、なんかうまい、うまいよね。じゃこれこそ半々ね、これハーフエンドハーフ、半分半分。これはドライとスイート、スイート、うん、これとこれ、うん、こう半分半分で、ね、割ったやつ。これも本当美味しくて、あすげえうまい。なんか甘いけどすっきりしてるっていうような、なんかそんな感じなんですよ。独特な香りはあんまり感じなくなりますね。本当にすっきりしてて飲みやすい、飲みやすいでしょ、うん、レモン絞ってもいいですし、うん、これ家に1本あって飲んでてもいいかなと思えるものです。で、もっともっと詳しく言うと、まあ、こっちとこっちはほら薬草だったりとかそういうものを使ってますが、これはね、もう完全にオレンジ、オレンジ由来なんです。あ、天然フレーバーを加えてなんですね。だから、まあ、ボトルもちょっとオレンジで、ね、こういうものって面白くて、まあ、やっぱカクテルに使われることが主体になっているから、裏にこれを使うカクテルがちょっとこう載ってたりします。処方が書いてあるんですね。処方が、はい、書いてあります。アメリカーノ、カンパリ、チンザノロッソ、トップアップウィズソーダアイス。おお、カンパリとチンザノでソーダで、うん、カフェもあるし、これなんて、ね、チンザノサマーって、チンザノサマーオリジナルカクテル、チンザノオランチョ4分の1、ジンジャーエール4分の3、うん、あー美味しそうじゃない、美味しそう、うん、とかも書いてあるし、うん、まあもうこのドライに関してはマティーニ、どっちかっていうと書いてあるのがオリジナルドライっていうふうに書いてあるけど、細かくて見づらいかもしれないけど、あれに近い、ボンドマティーニ、ドライベルモットが3分の1のフレイグスウォッカー3分の2、オリーブもしくはレモンの皮を添えて、うん、な感じで書いてあったりもしますし、ね、これ単品で飲んだら本当においしいから、美味しい、すごい美味しかった。はい、試していただければなと思います。すごくおすすめです。流行ってもいいのかなと思うんですけど、流行らないんですけど、あんまり見かけないですもんね、うん、だから酒屋さん、うん、大きめの酒屋さんだったら置いてたりしますし、うん、まあ、今 Amazon とかね、ああインターネットで、ね、インターネットのショッピングで、はい、はい、ここに行きますね、はい、いいかなと思います、はい、というわけで、今日は、ベルモットを紹介させていただきました。ぜひ試してみてください。ではまた。YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。